皆さん、こんにちは。しょうまりです。今回紹介するタミカはこちら。タミカナンバー115番、スバル・フォルスター通常バージョンになります。スケールは1 65分の1で、アクションときミックはサスペンションのみとなっています。で、ボディカラーは青になりますね。で、材質表示はこちらに書いてあります。で、その下には、 ちゃんと許可を得ましたという文字が書かれていますねそれでは開封していきます取り出しますあとは入ってないんですねこちらですね では全体を見ていきます。まず左側面はこんな感じです。で、前ですね。で、右側面はこんな感じです。そして、後ろですね。で、上。下ですね。 メンタインベトナム、ベトナム製になります。デスバル・フォレスターと英語で書かれています。で、2018年製のトミカになります。おそらく元々の数字だと思います。デスケ六65分の1で、ナンバーは115番ですね。で、トミー、トミカという文字も書かれています。で、サスペンションしっかり効いてますね。では、詳しく見ていきましょう。 中を覗いてみます。ハンドルやギア、そしてシートの模様の部分まで忠実に再現されていますね。後ろの席はこんな感じです。で、前ですね。 ヘッドライトはクリアパーツではなく銀色の塗装で塗られています。フラント部分にはスバノのロゴマーク、エンベルムが書かれていますね。ルームミラーもあります。そして反対側になります。反対側のサスペンションもしっかり効いてますね。 後ろになります。ブレーキランプは赤の塗装で塗られています。後ろの真ん中の部分にもソマノのロゴマークエンブレムが書かれています。で左側には 4WD と英語で書かれています。で右側にはフォレスターと英語で書かれていますね。 で、アクションとキミックはサスペンションのみとなっています。走りはこんな感じです。というわけで今回はトミカナン、no. バー115番スバルフォレスター通常バージョンの紹介でした。 最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。さよなら。